モデルの、ゆうちゃみ、こと古川優奈、22、が、9日放送の日本テレビ、上田と女がディープに吠える夜、火曜51、59、に出演。ショッキングな出来事を語った、写真、ゆうちゃみ交際中の久村正志のバースデー祝福。ラブラブにシょっとすっかり売れっ子となったゆうちゃみだが、同級生と食事をしたときは焼き鳥屋さんとかでワイワイ飲んで、 お会計でってなったら、え、思ってくれるやんな。最近テレビめっちゃ見てんで、とか、と、背びられるようになったそう。友達じゃなかったんかなって思うと肩を落とした。結局、友人たちは、出すよと割り勘にしたというが、その場は気まずい雰囲気に。すると、友人の一人が、小屋んったらよかったと愚痴を口にし、ゆうちゃみは絶縁したと語った。ゆうちゃみは、 親友の一人やったんですよ。久々に行って、ほんまに一年に一回会うか会わないかの子だったんで、結構ショックでと話した。